んにちは。シーラブリーなネラタイムのお時間です。この番組はエンジェルセラピストリンがお届けいたします。私はうるま市のシーラブというお店でエンジェルカードリーディングセラピーやお客様に合ったパワーストーンブレスなどを作成しております。この番組ではエンジェルカードセラピーを通してのお話や皆様がハッピーになれるような役立つお話をしていけたらと思っております。この番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは761@fmkoza.jp。 FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声も配信しております。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらの方もお楽しみください。またお悩み相談やメッセージなどございましたら遠隔でもリーディングできますので、皆様お気軽にメッセージの方お待ちしております。本日はですね、いつもいろいろテーマ決めて今日のカードは何をっていう感じでやってるんですけど、今日久しぶりになんとゲストの方がね来てくださっておりますので、そのゲストの方をリーディングしながらまたいろいろとまた番組の皆様にもメッセージをお届けしていけたらと思っております。それでは本日のネラタイムを楽しみください。今週のリンのコーナーです。今週はですね、すいません、告知の方させていただきます。7月1日をもってシーラブが5周年になりましたので、特別割引価格でリーディングさせていただきたいと思っております。30分通常リーディングが3000円なんですけど、この7月1日から7月31日まで30分リーディングが2000円、あと1時間リーディングが4000円となっておりますので、皆様ぜひぜひお待ちしております。今日はですね、もうちょっと告知、ちょっとゲストの方も来ておりますので告知のみにさせていただくんですけど、今日はですね、ビーチデイズっていう沖縄市にですね最近新しくできた入職ビーチデイズのバイト生のあかりさんっていう方をお招きしておりますのでご紹介したいと思います。すいません、ちょっと一旦 CM 入ります。すいません、 CM のこと忘れてました。ここにどんどんコメントが来るので、そのコメントとかも一応紹介しながら、はい、おールーさん、おーありがとうございます。アネラタイムをお届けしております。まずコメントの方からご紹介していきます。恋するかっちゃんさん、山ちゃん、りんちゃん、ゲストさん、こんにちりん、こんにちりん、こんにちは。ですね、今日のゲストはですね、ビーチデイズというショップのショップ店員のあかりさんという方をお招きして、後ほどねちゃんとまたお店の紹介とともにご紹介していきますので、シグナスさんから、リンさん、山地さん、ゲストさん、こんにちは。ゲストさん、どんなゲストさんかなって名前どうしようか、後でまたすいませんね紹介していきますので、シーサーさんから、かっちゃん、シグナスさん、はい、かっちゃん私かと思ったら、はい、でルーさんから、おーみんなで見てますよって、ありがとうございます。はい、ということで早速じゃあご紹介していきます。ビーチデイズのショップデイのあかりさんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。最近、6月にできたんですよね、そのビーチデイズというお店が。はい、そうです。どういったお店なんですか。サーフ系のブランドが入ってて、はい、ロキシーやビラーボン、クイックシルバーなどが入ってて、へー、サーフ系すごい人気のブランドばっかりですね。はい、そうです。
すごい、私結構 海大好きなんで、はい、ぜひぜひいろいろまたね商品見に行きたいと思ってるんですけどね。で昨日も実は行ってきたんですよ、初めて。そうなんですか。さんが、はい、ゲストに出てくださるっていうことで、あすごい可愛くて、はい、で早速なんかロクシーも好きなので、はい、ロクシーのすごい可愛いピンクのなんか、あ見ました、見ました、はい、あれ超可愛かったの で、ちょっとすごい迷ってやっぱり買おうかなって、今度なくなってたら多分私が買ってます。はい、じゃあ、そう、あ、そうなんですね、水着系とかね。でなんで赤井さんはそのビーチデートに働こうと思ったんですか。もともと海が好きで、はい、そういうアクセサリーとかも好きっていうのもあったし、ロクシーのブランドが好きだったから。やっぱりロクシーが好きだったんだ、はい、かわいいよねです、はい、ビーチサンダルとかリュックとかが、ね、本当だよね、かわいいです。なんかそう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 、そうサンダルも昨日すごい見てたんだけど結構意外と安かったですね。はい、安いです。ロクシーイコール正直やっぱ結構ブランド高いって意味だったけど、サンダルね、1000いくらかとかでしたよね。1600、1800だったから、ね、うん、ぜひぜひ皆さんも行かれてみてください、うん、これからね、どんどん夏が始まるので。ということで今日ね、ゲストに来てくださったのはこのビーチデイズを紹介しながらというのもあるんですけど、またこのあかりさんがぜひ私に聞いてみたいことがあるっていうことで、今日はどういったことをお聞きしたいんでしょうか。はい、これからのビーチデイズを盛り上げていくためには、はい、どうしたらいいかってことを聞きたくて。わかりました、はい、やっぱりニューショップですからね、本当にこれからですもんね、はい、ということで、先ほどですね、一応この番組が始まる前に直前にカードを引いてもらったので、ちょっとあかりさんにはまだ全部説明してないので、ちょっと番組を通してまたいろいろと紹介していきたいと思いますが、ちょっとコメントも結構来てますね。この番組ではこんにちりんなんだねって、そうなんですかね、こんにちりんでしたっけ。はい、よろしく、こんにちりんですよ。はじ、あ、甲田久美さんか、山内さん、りんさん、こんちーす、そうそうそう、こんちーす、なんでもありですよ。もうこんにちりんでもこんちーすでもなんでもいいっすよ。はい、皆さんいつもありがとうございます。ということで、じゃあ早速あかりさんに向けてのメッセージを届けたいと思いますが、そうね、まずでしたのが、やっぱりクリエイティブエクスプレッションっていうカードが出ているので、動画見てる方見えますかね、このカードなんですけど、このカードの意味がなんか本当に想像とかクリエイティブなアーティスト系の人にやっぱ出てくるんですよ。だからやっぱりこのビーチデイズを通して本当にあかりさんらしさとか、あとそういう何か作ったりとか好き。ああ、はい、最近ハンドメイドをやってて、うん、 そ, うなんだね、それでか、はい、やっぱりそういうのもいろいろなんかやるといいみたい。だからもし例えばそのビーチデイズに置けるような商品とかそういうのも作れるんだったら、はい、自分でもいろいろと作ってみるといいかもしれない。あ、それでか、なんかね、確かにやっぱりニューキャリアも出ているので、確かにこれがやっぱりあかりさんにとっての新たな仕事の可能性とか、あとビジネスベンチャーも出ているんですよ。ビジネスベンチャーっていうカードがやっぱり自分が今思い描いているアイディアとかインスピレーション、そういうのに従いなさい。なんか最近ビーチデイズでこういうことやってみたいと思ったとか、なんかインスピレーション的、インスピレーションってわかる、なんか直感とか、こうなんかアイディア、なんかインスピレーション、なんかそういう直感で感じたものとか言うんだけど、なんかビーチデイズね、こういうものやってみたらいいかなとか、なんか自分の中で思ったこととかってあります？あります。あ、はい、どういったこと？もともとハンドメイドとかアクセサリー、うんうん、やっぱり好きで、インスタとかでやっぱ作って販売して、ビーチデイズにも置きたいなっては思ってます。いい、ね、でもそのこのカードが出るっていうことは、このカードなんて見えますかね、動画の皆さん。やっぱりそういうアイデア従いなさいっていうことなんですよ。だからやっぱりどんどん、あ、もしかして今日やってる、あ、はい、そうです、すっごい可愛い、これ自分で作ったの、指輪、え、これも、はい、指輪も作れるの？作れました、作りました。そのアクセをなんかが自分で取り寄せして、あ、上にターコイズとかもつけてんの、これ、はい、そうです。あ、
これがもともとじゃなくてやっぱそこにつけたんだ。あ、見せて、動画見てる人にぜひぜひ。ピアスも見えますかね、すごい可愛い。え、なんか結構ビーチデイズっぽいじゃないですか。いや昨日ね行った時にそういうちょっとなんかありましたよね、ピアスも。 あります。なんか私そこで買ったのかなって思ってたんですよ。あ、全然。あかりさんが作ったんですね。はい、ぜひぜひそういうのも置くといいんじゃないですか。行きたいです、ね。はい、今日番組の聞きの皆さんね、ぜひ今後もそういうのもどんどん増えていくと思うので、で私が勝手に言っちゃったらいいのかな、増えていくのかな。ぜひぜひ楽しみにしてください。お、なんかコメント来てますよ。お、すごいアクセか、かわいいですねって。ありがとうございます。よかったですね。はい、ハンドメイドいいですねってコメントも。やっぱ今ハンドメイドとかも流行りですもんね。 それにあかりさんが作ってるのすごい可愛いですし、ぜひぜひ私もまた行きますので、ね、楽しみにしてます。はい、あとね、ヒーリングっていうカードが、これね、あの癒しのカードなんですけど、あの自分が癒されなさいっていう意味もあるんだけど、やっぱりそのお店にもっとね癒しのパワーとかも与えるといいみたい。っていうのは私もよくこの、よくというかこのハンドメイドとか作る方にあの必ず言うのは、特にそういうヒーリングとかのカードが出た時に必ず言うのは、物を作ってる時って絶対自分の嫌な思いをそのものに与えちゃいけないんですよ。思いとかって本当に見えないんですけど、この商品 に全部そのエネルギーが宿ってしまうもんですから。だから例えば同じ商品だとしても、なんかすごくネガティブな思いで作ってる人の商品と、 あと本当に前向きにみんなが幸せにハッピーになりますようにとか、そういう人のが作ってる商品ってやっぱり持つ買う側もそういうなんかエネルギーってやっぱ察知しちゃうんですよね。そういうのもあるから、本当にあかりさんも、まあ、全然なんかネガティブそうにも見えないし、すごいね癒し系なんですけど、やっぱりそういう癒しの力を使ってお店の商品たちにもそういうエネルギーを与えたり、であとはやっぱり人ってそういうエネルギーを通してこう引き寄せられるんですよね、そのお店に。だからもしかしたら あかりさんの、あのハンドメイドが必要な人がどんどん、もちろんそのブランドもそうだしとかもが、まあ、今はそっか、まだハンドメイド送って決まってないから、はい、今後もし置くとしたら、はい、まあ、その今実際あるものに対していいエネルギーを与えるのもいいし、やっぱりちょっとでもマイナスなエネルギーを持っていると、それがやっぱちょっとこうね、反動というか、あの今日もしあのビーチデイズさんだけじゃなくて本当に他のショップの人とかももし聞いていれば、ぜひなんかあのメッセージとして聞いてくれたらと思うんですけど、本当にその人の思いでやっぱりこのお店自体が変わっていくので、そういったヒーリングのエネルギーとかそういうのもどんどん。わかりました。あとはアファメーションもいいんですって。アファメーションって聞いたことありますか。言葉がけっていう意味なんですけど、例えば思考は現実化するとかね、有名だと、ナポレオンヒルっていう有名な人が思考は現実化するとか、そういう本とか出してるんですけど、なんか引き寄せの法則とか思いが現実化するとかよく聞くと思うんですけど、はい、やっぱ言葉も現実化するんですよ。はい、だからアファメーション、言葉がけっていうのはやっぱりネガティブな言葉はやめなさい、常に肯定的な言葉にしなさい、それがあなたの現実を作りますっていう意味のカードなんですよ。だからもしこのビーチデイズを本当によりうまく活かせるために、ビーチデイズがこうなります、ビーチデイズがこれますか、常日頃から自分がなの話す言葉もそういういいものにした方がいいし、やっぱり言葉はとても大事にしていくといいようですね。わかりました、大事にしていきたいです。はい、すごいあかりさん真面目ですね、ちゃんと。あとフラワーもいいんですね。はい、なんかお花、ピーチデイズさんお花とかありますか。葉っぱって、あ、観葉植物はあります。なんか、まあ、まあ、お花を飾ったりとかもいいみたいですし、あとお花柄のグッズを置くとか、あとアロマを焚いたりとか、お花系、なんかお花に関する何かもすごくいいみたいで、お花のなんだろうね、まあ、例えば本当に今後あかりさんがそういったなんかビーチデイズに何かそういうのを作ることができるのであれば、お花のアイテム、例えばなんかこれは、ね、私ちょっとあの近くのクプっていうお店で買ってたプルメリアなんですけど、そういったプルメリアとかそういうなんかお花系の何か
ハンドメイドとかもいいかもしれません。あ、ま、でもあとは一番こやっぱフラワーが出るということはこのあかりさん自身もお花ですごく癒されるから、お花を取り入れる方があかりさんも本当にあのいろんな面で活性するんですよね。だから仕事場に置くのもそうだし、まあ、仕事場だけじゃなくて例えば自分のお店、あ、自分の家に置くとか、あと花柄の何か持つとか、あ、そういうのもすごく花好きですか？好き、ひまわりとか。あ、ひまわりいいですよねフラワーセラピーカードってあるんですけど、その中にひまわりのカードに出てる言葉はやっぱスマイルなんですよ。やっぱ前向き、なんかひまわりってやっぱ明るいとかで笑顔とかそんな感じしますもんね。あとアウター描いたりとかいろいろ描いたり、インスタとかあかりさんはやピーチレーズでインスタとかやってます？やってます、はい。あかりさんマップとかはやってます、はい。そういうなんか文章を書いたりとかそういうのもすごく合ってるだから、そういうのもどんどんやっていくみたいといいみたいですよ。ブログとかもやってます。ブログ、まあインスタでも全然いいんですけど、はい、やっぱりこの商品に対する思い、はい、そういうのがやっぱり文字でその例えばただ写真にアップされているよりも文字とかでやっぱり書かれてると人ってなんか響いたりするものもあるから、だからそういうやっぱり相手が響くようなというか、まあ相手が響くように書くのもおかしいんです。 あかりさんの思いのままに素直に自分が思ってる、やっぱこんだけそういうブランドも好きだからきっとスラスラ自分の本当の思いって出てくると思うんですよ。こういう別にそこまで深くじゃないけど、なんていうの、例えば私海好きなんでしょ、はい、すごい焼けてるよね、やばいです、はい、海で私こうやって本当にロキシーのなんとかとか、なんかそういうなんていうのか、本当に自分が楽しい思いの時にかける、スラスラっとかけるぐらいの全然、その方が絶対またね、うん、そういうのもいいみたいですね。そうだね、心配、不安なの？心配、不安を手放しなさいとかあ、でもやっぱり宝箱出て今からなんだね。今から宝箱が開いて、あなたのためにより素晴らしい何かが待っているよとか、これは豊かさっていうのは本当に経済的なものだけじゃなくて人との出会いとか、なんかそうね、自分のやりがいとかいろんな何かが これからどんどん出てくるようですね。あとエージェントはマネージャーって出てるね。このカードはですね、自分をなんていうのかな、例えば本当にそういうハンドメイドとかしたいんだったらそういう自分に何かして指導してくれる人を探したりとか、なんかね自分をよりこう高めるために指導して、まあ、マネージャーって出てはいるんだけど、なんかそういう専門家誰かに教わったりとかそういうのとかもいいかもしれないですね。そうね、あとは結構自分で抱え込みすぎ、なんかそういう、もうちょっとこの不安は天使に委ねてとか、あと周りにも助け求めなさいみたいなそういうカードも出てはいるので、あとユナイティ一つであることも出てるから、このカードが出る場合はやっぱりこの自分の思いが全部反応してる世の中に世界、例えば自分の目の前で起きてることって実は自分と関係ない気がして、すべてひっくるめて自分と関係しているから、だから例えば自分の環境を良くしたいなら自分自身がよりよく変わる、例えば自分が癒されることで周りも癒されるんだよとか、すべては一つなんだよっていうそういう意味合いのカードも出てるので、だからこのビーチデイズで本当にガリさんが楽しんでれば必ずそういういい波動とかエネルギーで楽しむ人がやってきたりするし、また周りも癒されるし、そういう自分の思いとかそういうのもどんどん大事にしていくといいようですねっていう感じで天使からのメッセージでしたが、いかがでしたでしょうか。すごいです。なんかいろいろ当たってるっていうか、いろいろ聞けて本当にぜひ実践もしてほしいですね、はい。最後にまたね、ちゃんとビーチデイズさんの紹介、またちゃんと場所、はい、場所とかも皆さんわからないと思うので紹介してほしいと思いますが、はい、ちょっとごめんなさいね、メッセージの方も来ておりますので、ご紹介していきます。リスさんからですね、こんにちは、リーディング界のスーパー美少女リン姫、そして夜の美食家山ちゃん。おー、夜の美食家合ってますね。あれ、はい、今週のファッションチェックのコーナー、イエーイ。ジャスティス、なんでジャスティスなの黒いお帽子にとびきりの笑顔、濃いめのメイクとデイムのエプロン。あなたご飯何にする、それともあったし。イシちゃんもマッサーのオーバーオールで登場。ファッションはトータルです。あかりさん75点ですイエーイ
てんじゃないんだ。初めて私以外の人はリスさん初めてです。ゲストのファッションチェックしてくれたの。でも私70点超えしたことないんですよ。すごいすごい。でもさ、石ちゃんのマスターのオーバーオールで登場って、石ちゃんの画像動画動画なのこれ、画像付きなんだよね。どうなんだろう、これオーバーオールじゃないよね、絶対どう見てもおしゃれだよこれ。おしゃれなオーバー、なんて言うんですかこれは。デニムとデニム、あーで、ジーンズもジーンズみたいな、デニムもデニムみたいな、いいですね。お、リスさん来たーって、リスさんのコメントおもろいって。はい、皆さん楽しみにしているようならね。あー、そっか、いいね。ゲストにもファッションチェックしてくれました、ありがとうございます。はい、ということで今日は、あ、皆さんあれですね、なんかいつも結構相談メッセージ多いんですけど、今日ちゃんと皆さん、あかりさんのためにね、ありがとうございます。あかりさんにメッセージすぐ時間を与えてくれて、はい、ありがとうございます。あ、りんちゃんのピアスは ポラリス、ポラリスって何ですか。あかりんのピアスはもうあかりんになってます。あかりんのピアスは何のピアスって、ターコイズ と、フリンジ。あ、フリンジかのピアスです、ねね、すごい可愛い。これって夏とかに問わず年中なんかねつけれそうな、秋とかでも可愛いですね。ですね。私もぜひ欲しいので、はい、ぜひまた、はい、行きます。じゃ あのビーチデイズさん、場所はどちらにあるんですか。沖縄市の山内の、はい、南東原、はいはいはい、の山内中学校と小学校。そうですね、私も昨日一応行ったからなんですけど、そうそう、山内中の丘陵高校から、はい、あ、桃山通り。あ、そうです、はい、そうそうそう、桃山通りにありますよね。虹の絵が描かれてるから分かりやすいと思います。分かりやすかったですよ、はい、地図見てすぐ分かり、Google とかで出てきますかね、マップで出てきます。住所の方が、あ、ぜひぜひ住所言ってください、はい、沖縄市、はい、南東原、南東原、はい、3の23の2です。2、皆さんメモしといてください。で、 Google マップに保存して、はい、いつでも、はい、行ってかれてください。はい、ということで、じゃあもう少しだけ時間ありますので、番組をご覧になっている皆様にも少しメッセージを届けたいと思うんですが、どうしましょうかね。今日はカードも特に決めていなかったという。どうしようかな、バタフライ、海だからマーメイドにしようかなと思ったけど、先週もちょっとマーメイドにしてしまったので、変化の時とかにモチベーションが、これは誰にかな、なんかね、今少しちょっとモチベーションが下がってるから、まずはそのモチベーション上げることから大事ですよって。例えば人って、例えばですよ、仕事するにしても 何をするにしても、それを一生懸命やる、モチベーションが下がってる時の話なんですけど、そこだけを一生懸命やる必要はないんですよ。結局自分のモチベーションが上がらない限り、何してもそこまで、なんていうのかな、まあ、もちろん仕事だから頑張らないといけないんだけど、今大事なのはやっぱりあなた自身のモチベーションを上げることが大事で、そこさえまたちゃんと気持ち上げて回復すれば、きっともっともっといい、状態で仕事もできると思うので、まずそこは、はい、頑張ってほしい。あと出てきたのがシーキング&フィンディング、あなたは見つけました。これさっきあかりさんにも出てましたかね。出てました、はい、出てましたよね、はい、あなたは見つけた、もしくはもうすぐ見つけます。例えばなんか自分が、なんていうのかな、ずっと失ってたものを見つけたとか、なんかやりがいのある仕事を見つけたとか、例えば、まあ、例えば本来の自分を見失ってた時にやっと本来の自分を見つけたとか、なんかそういう失ってた何かを見つける時に、よかったね、あかりさん、ビーチデイズでまたうまくいきそうじゃないですか。自分の例えばやりたいこととかも、ね、今後もし
あの店長さんに提案していただけるものがあればぜひ、ね、そういうのもね、はい、そうするとあかりさんがまたハッピーでいれば寄ってくるお客さんもまたいっぱい増えますので、そういうのも今後できればぜひやっていくといいのかなっていう感じですね。すいません、もうそろそろ時間がなくなってしまいましたのでエンディングに入るんですけど、今日は本当に来ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。最後に何か番組を聞きのあと20秒ぐらいです、何か伝えたいことありますか？これからの季節はあとの商品に欠かせないグッズなどがいっぱい私のお店にはあるので、はい、遊びに来てください。はい、皆さんぜひ遊びに行かれてください。本日のゲストのあかりさんでした。どうもありがとうございます。ということで、また皆さん来週も、あ、今日ね、あのもしあの相談メッセージなどまた来週いろいろとやっていきたいと思いますので、また来週も皆様お楽しみください。ネラタイムでした。